杉薬局プレゼンツ教えて薬剤先生。薬にまつわる情報をお届けする教えて薬剤先生。今日の内容はこちらです。医薬品の分類。一般用医薬品、要指導医薬品、医療用医薬品とはをお送りします。井野先生、杉薬局さんにお客様から病院と同じ薬をもらえないか買えないかというお問い合わせがあるそうです。どんな薬でも薬局で購入することができますか？いいえ、お薬には分類があります。その分類によって薬局で購入できるものもあれば、そうでないものもあります。お薬はまず大きく分けて市販薬と医療用医薬品の2種類に分けられます。市販薬は薬局で購入できるお薬となります。一方、医療用医薬品は医療機関で医師や歯科医師の診察を受けて、その時の症状に合わせて処方されるお薬となるため、医師の処方箋が必要となります。つまり病院でもらっている薬を手に入れるには医師の処方箋が必要です。ということは、市販薬であれば誰でも購入できるということですか？いいえ、市販薬にも一般用医薬品と要指導医薬品があります。要指導医薬品というのは、医療用医薬品から市販薬に変わったばかりの薬となるため、より取り扱いに注意が必要となり、より安全に使用されるように、購入の際は薬を使用する本人が薬剤師から対面の指導や情報提供を受ける必要があります。そのため、要指導医薬品は使用する本人のみが購入することができ、購入の際には必ず薬剤師と対面して説明を受けることが義務付けられています。そのため、要指導医薬品はインターネットでの購入はできません。どの薬でも薬局やインターネットで購入できるというわけではないのですね。そうなんです。病院でもらっている薬を手に入れるには医師の処方箋が必要となります。薬局で購入した医薬品を使用しても症状が改善されない場合は、薬剤師にそのことを伝え、病院に受診すべきかなどを相談しましょう。医薬品の分類について大変勉強になりました。今日のポイント。医薬品の分類。薬はより安全に使用されるように、いくつかの分類に分かれています。病院でもらっている薬を手に入れるには医師の処方箋が必要です。分からない場合は薬剤師に相談しましょう。適切なお薬をお渡しするために、薬剤師からいくつか質問や説明をさせていただくことがあります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。次回は脱水をテーマにお送りします。井野先生、ありがとうございました。ありがとうございました。